ほら、カズくんってあっちの経験ないから、たまに目が怖い時があるっていうか。私もね、ちょっとデートに見に入ってっただけで、椅子から立ち上がれないとか言い出すし、一回キスしたら次のデートからお昼ニンニクでもお構いなしだし。不快です。はい。私のカズヤさんを悪く言わないでください。ちょっと、彼女さん。ごめん、私そんなつもりじゃ。言ってるじゃないですか。付き合ってる頃のこと、他人に話すなんて非常識ですよ。カズヤさんがかわいそうです。そうか、怒ったならごめんね。あなたも何か。俺いつもこんなだから。ありがとうございます。